大丈夫ですか？伊達さん。看護師からここにいると聞いたもので。ええ、ちょっと休ませてもらってたんです。イリスの手術が無事に終わって命に別状はないって。そのことを聞いたらなんかほっとして。倒れてこの病室に運び込まれたらしい。ああ、さっき看護師から聞いたよ。でももう大丈夫です。すっかり良くなりましたから。いないいないば。あ、イリスが小さい頃そこのカーテンを見たら。瀬島って、あの。ええ、二人に何かつながりがあるんじゃないかという。つながりなんて。あの子は、イリスは左目を失ってしまいました。奪われた眼球はまだ見つかってないそうです。視神経や血管がつながっていれば元に戻すこともできたみたいなんですけど。でも命が助かっただけでも。私若い頃大切な人を亡くしてるんです。岩井真中、心から親友と呼び、イリスの手術が終わるのを待ってる間、その真中のことが。私、よほど辛い経験をされたんですね。ええ、太田君には。いえ、そんだって太田君がイリスのこと助けて、警察の方から伺いました。もし太田君があの倉庫に行かなかったら、本当に何と言えばいいのか。お礼の言葉が一つしかないのがもどかしいぐらいです。今日の午前3時頃、ひとみさんは何を。ああ、気を悪くしないでください。これ。家で寝ていました。午前4時頃、警察の方が迎えに来るまで、事件のことはその時初めて知って。今の証言は捜査資料に記載されている。午前4時頃、警察の人間。ああ、冷凍倉庫から左岸家までの所要時間は車で20分から25分。白熊が倉庫から逃亡したのは確か3時15分ぐらい。そうだ、急げばギリで間に合う。瞳を疑ってるのか。そういうわけじゃないが。実は太田くん、私の教え子だったんですよ。彼が小学生の頃、昔から正義感は強い方でしたけど、でも命を懸けてまで誰かを救うなんて、私が言うのもなんですけど、立派な、きっとお母さんの育て方が良かったんでしょうね。こんな時にいろいろとお尋ねしてすみません。いえ。では、私はこれで。本部に着く前にここまでの捜査状況。
柔道がめちゃめちゃ強い料理人クロビコックさん。高熱が出た時に腫れるやリンパね。鏡よ鏡よか、それはレッだって、それ少し休んだ方が。今のところ瀬島が第二サイクロ事件に関わっている可能性は低いと言わざるを得ない。それには俺も同意するが、と殺された翔子と沖浦は熊倉組と関係し、その熊倉組と瀬島には何らかの接点が、つまり熊倉組を中継地点として、さらにイリスと瀬島にも何かつながりがある。イリスのソムニウム世界に瀬島が出てきたからか。そうだ。私としては瀬島のボディーガードが少し調べてみたんだが、瀬島は他にも、もしもそいつら全員が銃を所持しているとしたら、それはもう瀬島のやつ。いずれにせよ、やつの背後に水木から沖浦水産に関する新たな、やはり現在の沖浦水産と殺害された沖浦蓮寿とは、だが、何か引っかかるの。真由美は脳の機能障害。もしも仮に真由美は白熊の中の人を見ている可能性が高いことになる。だが覚えてないんじゃな、あ、そういえばなんだ、冷凍倉庫で見つけた驚き、パッケージに付着していた指紋。誰だ。松下真由美だよ。なんだって。真由美はあのチョコを甲州街道沿いにあるコンビニ812、店の防犯カメラに812の通称は8、その8は太田が車を奪ったコンビニ。ちょっと待ってくれ、なんかややこしいな。要するに、なるほど、続けてくれ。チョコの購入時刻は昨日の午後10時33分。太田が車を奪った時刻と、ああ、どういうことだ。詳しい経緯はわからない。だがとにかく真由美は昨夜8で、その後何らかの理由で冷凍倉庫に落としたのかもしれない。熟考中にすまないが、ボスから電話だ。繋いでくれ。伊達くん、イリスの手術が終わった。ああ、さっき病院で命だけは助かったぞ。だけど、まだ意識は取り戻してないのに、今は ICU の中にいて。そうか。でも太田の方は喋れるようになったみたい。処置が終わったのか。ええ、さっき一般病棟。わかった、すぐに行く。私も向かうわ。太田、具合は。びっくりするぐらい元気だよ。まだ麻酔が効いてるから痛くもなんともないし。そうか、そいつはよかった。太田君、手術が終わったばかりなのに申し訳ないけど、ちょっと話を聞かせてもらえる？
ちょっと太田君に僕に？あなたは命を懸けて愛する女性をなかなかできることじゃないわそんな勇敢な少年少年僕もう24なんだけど私からすれば少年見つかってたらとっくに伊達くんに任せるねえ伊達さんいつかそろそろおまるじゃるが始見せねえからねえ伊達さんちょっと今夜一緒なんでよじゃあそこのおばさんでもいいや誰がおばさんよでさ、あの配信動画見てたんじゃないの？犯人は白熊だよ。の、中の人だろ？そいつが誰だったのか聞いてるんだ。そんなの、わかんないようにするために犯人はあの着ぐるみ。そういやお前、中華鍋で俺のこと。あ、アセトンちゃんを守らなきゃと思って言い訳の前に言うことごめんすみませんでしたああだが次はないからなもう絶対にしないインドの神様なんでちょっと遠くの神様に誓うんだよそれはごめん絶対に言わないって約束したんだ例の自作自演のことそしたらどうなるかわかるなせっかく爆上がりしたでもやっぱり言えないなんでそあのなイリスを襲った犯人は未だ逃走中なんだぞイリスはその犯人の顔を見ているかもしもしもそうならそいつは口封じのためにそんなイリスを守るには犯人を捕まえるのが最も手っ取り早いそのためにはどうしても情報が必要なんだ分かったよこいつを見てこれはなんだサーモグラフを見るまでもない確実に知ってるって顔確かにダテさんをそのそうだあの後僕はうちの車 K のワンボックスにアセトンちゃでしばらく走ったところで甲州街道沿いにあるファミストそこで助手席のアセトンちゃんに何か飲み物買ってくるね僕は車を降りて店内そしたら店の外から突如アセトンちゃんの悲鳴が聞こえてきてオータ助けてって僕は慌てて外に飛び出しうちのワンボックスのところへ駆け寄ろうと思ったんだけどどうしようどうしようと思って辺りを見回すとエンジンがかけっぱなしになってたステーションワゴンだなそう気がつくと僕はその車の運転席に飛び乗って別に盗もうと思ったわけじゃないんだよちょっと借りようと思っただけなんだ時刻は午後10時33これで太田がステーションワゴンを奪った理由は分かったなはい、前に伊達さんに話した土曜日のことちょっとだけ嘘が入ってたんだどこが嘘だった散歩けに行ったら店の入り口に本日貸し切りその後のことだよ僕は伊達さんにそれから家に帰ったって言った2時間以上秋葉の街をブラブラしててもしかして新しい携帯を買ったうんでもどうしてそんなことを隠す必要続きがあるんだよ
確か夜の8時50分秋葉の交差点を渡ろうとしたら信号を待ってる沖浦さんの車を見かけたんだ。それで近づいてみたらハンドルを握ってたのはアセトンちゃんで。イリスが？うわー、びっくりした。びっくりしたのはこっちの方だい。どうしたの？どうしたのって、アセトンちゃん免許なんて持って？そりゃもちろん持ってない。無免許ってこと？沖浦さんにちょっとお使いを頼まれちゃって、それでこの車を。お願い、このことは絶対誰にも言わないで。約束。もちろんだよ。その後信号が青になって、車の中にいたのは、アセトンちゃんだけしか乗ってなかった。僕がナイルに書いたあのことっていうのはこのこと。今をときめくネットアイドルが無免許運転なんて大も。それで今まで黙って。土曜日の6時15分、散歩系が入っているビルの沖浦とイリスが一緒に出てきたところ、それからおよそ2時間半後、次に太田が目撃したのは沖浦の車を運転しているイリスの姿だった。どう思う？イリスのやつめちゃめちゃ怪しいじゃねえか。ところがイリスは第二サイクロ事件の犯人とおぼしき人物、二代目のサイクロプスに左の眼、さらに太田が駆けつけなければ。一体どういう。その車で甲州街道に。その時にはすでに、それからしばらくの間僕は必死に警察に連絡しようとは。だって僕、伊達さんのことなく。そんなこと気にしてる。だけどその時の僕はそう思った。警察に行ったら逮捕されちゃうって。パニックになってたし、頭がうまく回らなかったんだ。そのせいで大事なことに気づくのも遅れて。大事なこと？僕、ワンボックスの車内に買ったばかりの携帯を置きっぱなしにしてた。それが大事なことなのか？ものすごくね。だってあの携帯には GPS の、それを調べればワンボックスの位置が特定できるじゃん。なるほどな。というわけで僕は近くのネカフェに。そしたら僕の携帯は江東区、あとは伊達さんが知って。僕が切断機の電源を切っ。ああ、それからお前は雄たけびを上げ、配信動画のフレームが。その後の。頭の中が真っ白になっちゃってた。とにかく僕、白熊にかなり長いこと戦ってたと思う。取っ組み合いになって、そしたらいつの間にか刃物でお腹を。あの遊撃手、なかなかやるな。それはショートうまいだ。念のため確認するが、白熊の中の顔は見てないんだな。うん、見て。じゃあ声や体。そういうのも全く。何でもいい、手がかりが欲しい。悪いけど、他に手がかりになり。本当か？うだって見てくれ。おいおい、この後に及んで。だってどうも、注意しろ。しでかす。こいつ。握っているのは。なんでこん。とにかく、今やるべ。わかってる。離せ、離せよ。一体どういうつもりなんだ。うるさい。いいから話せって言ってんだろ。催眠ガスか、やってくれたな。話が聞けなくなっちまったじゃねえか。聞けないなら見せてもらえばいいじゃない、彼の頭の中を。
伊達さん、いつもの通り制限時間は6分です。絶対にオーバーしないでくださいね。大丈夫だ。そんなことより本当にいいんだろうな。太田は手術したばっかりなんだぞ。何かあったら私が責任を取るわ。だが。いいからつべこべ言わずに始めて。では行きます。ください。Wi-Fi さえあれば他には何もいりません。すまん、うちはペットはダメな。ち、冷たいやつめ。ここはあの時の冷凍倉庫か。そのようだな。漫画喫茶やオタクショップではないんだな。いや、倉庫というロケーションは特撮ドラマなどではおなじみといっ。詳しいな。こうなることを予測して太田の。なるほど。ところでお前。ああ、あるいは私以外のすべ。おい、あれは。このままだとイリスが。待てー！天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ。悪を倒せと僕を呼ぶ。アセトンちゃん、待ってろ。今助けるぜ。トーン！トンちゃんは僕が守る。今の太田の記憶の再現が行われていた。足を誇張されてはいるが。よし、ならスムーズに記憶が再現されるよう俺だ。ソニウムスキャン開始。なんだかわからんが、仕入れた知識が役に。こんなことのためにローカルストレージのよ。ツルツルに凍った。
私の体温で溶けたか。相棒、今体温何度あるのかな。戦わなければ生き残れない。うおリフト。は？出撃？ここはオータの世界。この世界でのお前の役割はオータと白熊の俺オータ。お前のせいで私のクールで知的なイメージが破壊され。システム、オールグリーン、シンクロ率 6%。 無人2役自動車、フォークリフト、出撃。ん？どうした？時間が戻され、歴史が修正されてしまったようだ。この結末は許されないということか。そうだ、途中まではいい感じだと思ったのだが。棚に取り付けられた寒さのせいだろうな。シーカだからなんだって。そうだな、棚に取り付ける寒さのせいだろう。B か。俺は D くらいあると嬉しいな。そうか、棚に取る寒さの。これは。状況で正義のヒーロー太田が。残り2分ないですよ、急いでください。木箱だ。
ックでもだ。アメージングアイボーキ。トルネードアイボースカイウィングキックでもダメとは。諦めて他のことをすれば。フォークリフト。せーの。仕方ないさ。車って乗るんだよ。だな。あと1分もありません。急いで。フォークリフト。そういうのは王だね。フォークリフト。システム、オールグリーン。フォークリフト！そいつをよこせ！こいつ、これ…まあ、ここは太田…もう30秒もないです。伊達さん、残り4分切りましたよ。棚に取り付け、寒さのせいだろう。まあ、まだほぼ本棚に取り付けられた。結構擦ったが、だがよく見ると棚に取残り3分切りました、伊達さん。フォークリフト。こいつ、まあ、太田だ。イリスの平和は太田と僕の住む。ここで逃げるわけにはいかん。目覚めろ、その魂。
太田、手荒な真似をしてすまなかった。本当だよ、信じられないよ。ごめんなさいね、伊達くんがどうしてもって言うもんだから。俺はそんなこと。まあまあ。とにかく太田、お前遠回しな言い方はやめよう。お前の母親松下真由美は、あん、え、な、何言ってるの。いたのか。いるわけないじゃん。だってあの出来事が起こったのは午前3時ぐらいのことだよ。母さんは家で寝てたに決まってるじゃないか。じゃあどうしてあんなもんが現場にあったんだろうな。あんなもの、確かにそいつは真由美だが、もしかしたらいたのか。それは何か。驚きマンチョコ。パッケージには真由美がこれを購入、場所は通太田がステーションワゴンを奪った。驚きマン、病室でも見せたよな。こいつは冷凍倉庫の。でもだから何なんだよ。パッケージに真由美の指紋。え、その反応からするとお前がこいつを真由美から受け取り冷凍倉庫で落としたってわけじゃなさそうだ。そんなことは花から分かっていた。このパッケージから太田の指紋は検出。母さんは犯人じゃない。誰も犯人だなんて言ってない。俺はただ現場にいたんじゃないかと。待って、太田くん、どうしてお母さんが犯人じゃないって分かるの。だって僕はあの白熊と取っ組み合いになったんだよ。いくら着ぐるみを着てたって中にいたのが母さんじゃないってことぐらいわかるよ。それにたとえどんなことがあっても母さんは僕を刺したりなんかしないし。だったらお前どうして真由美をかばってる。かばう。かばってるだろ。別にかば。そうかな。お前はあの倉庫で真由美と直結する重要な何かを見たはずだ。だがそのことを俺たちには隠してる。実はお前自身が真由美のことを怪しんでなんかいない。ふん。一体僕があの現場で何を見たっていうのさ。太田のソムリウムで白熊は凶器を。それは絵の部分にはカースだて。ああ。包丁だよ、花柄の。母さんいつもありがとう。その包丁、太田が小学生。私花柄が好き。お前その包丁で刺されたんだろ。 なんで知ってるんだよ。犯人はあの包丁を持ったままだから誰も見てないはずで。やっぱりか。でも違うんだよ、母さんはやってない。じゃあどうして包丁のこと黙ってたの。それは母さんが疑われるんじゃないかって思ったから。そしたら母さんはこんな風に。そんなことになったら母さんがかわいそうだし。それに。それに母さんはアセトンちゃんのことをよく思う。もしかしたら、もしかしたらだけど、母さんは誰かにアセトンちゃんを殺すように頼んで、それで包丁を。そう思って、そんな風に思っちゃってありえないのに、あの包丁を見たら。とにかく信じてよ、母さんは事件とは無関係なんだ。ああそうだな。え、俺もそう思う。少なくとも真由美がイリスをさらった犯人というのはありえない。なぜなら倉庫内にはビデオカメラと、いずれも犯人の遺留品だが、購入経路から処理、また指紋も。冷凍倉庫の前、一台は松下家。運転席の周辺からは太田の。助手席の周辺からは、そしてもう一、これは昨日甲州街道沿い。なぜ太田はこの車を奪ったのか。それは
同じ車内にイリスを乗せたまま、それを見た太田はその車を、なお調査の結果、ワンボックスが奪われた時刻は太田が午後10時30分。松下家のワンボックスは中にイリスを乗せたままファミストの駐車場で何者かによって強奪された。昨日の午後10時32分のことだ。その1分後、100メートルほど離れた地点にあるエイトで真弓は驚きマンチョコを購入している。もちろん店内に入ったのはそれより前のことだ。これらの様子は店に設置された防犯カメラによってはっきりと捉えられている。したがって真弓がワンボックスを奪うことは物理的に不可能。必然的に真弓が白熊である可能性もゼロに近づくことになる。とはいえ殺人教唆の可能性は否定できないけどな。そんなのありえないって。お前が言ったんだぞ、誰かに殺人を依頼したのかもって。だからそれは、まあいずれにせよ真弓から話を聞いてみないことには何とも。チョコの件や包丁の件、聞きたいことは山ほどあるし。というわけで俺はこれ。ちょっと待ってよ。安心しろ、俺は何も真弓をしょっぴくために行く、彼女の疑いを晴らすために行くんだ。本当に？ああ。母さんを。お前の母さんは人を殺すようなやつじゃないだろ。ありがとう伊達さん。夜分遅くすみません。いくつか聞かせてもらいたいことがあるんですが、お時間いいですか？やっと思い出しました、あの冷凍倉庫のこと。ん？私がやったんです、何もかも全部。昨夜すぐに取り調べを行わなかったのは少し落ち着いてもらおうと思ったからです。どうです、一晩寝て気持ちは変わりましたか？気持ち？正直に言います、私はあなたが犯人だとは思ってない。あなたがやったというのは嘘ですね。嘘じゃありません。私はあの魔女イリスをさらっ、イリスを台に固定して目玉をくり抜いた。はい。あの白クマの着ぐるみは？通販で買ったものです。あれを着てたのもあなたなのね。そうです。伊達くん、犯人が自供したわ。お前よくそんな感じでアビスの指揮官になれ。枕営業でのし上がったらしい。なんか信憑す。あの魔女がむごたらしい姿で死ぬ瞬間を。失礼ですが真弓さん、あなたにね。バカにしないでください。それじゃあ手順。え？ネットで動画を配信する手順。そんなの言葉で説明できやしませんよ。なんというか、とにかくその時はいじってみたらできたんです。ゴミ置き場に捨ててあったのを拾ってきました。どこのゴミ置き場ですか？さあ覚えてません。でも本当です。それはあの白クマの中にいたのはあなたなんだったら、あなたが太田くんを刺したということになりますが。はい、そうです。家から持ってきた包丁で、もちろん
傷つけるですが、取っ組み合いになって傷…私の息子はグッズだのライブだのお金をいっぱい、だから息子の目を覚まさせてやりたい。それはあの女がただ殺すだけでは生ん。第二サイクロ事件のことはご、我々はこの犯人のことを便宜的、ええ、知ってます。なだみしょうこと、そうです。二人の死体は左目をくり抜かれた状態、イリスも同じように左目を。このことから三つの事件は同一人物による犯行と考えられています。したがって冷凍室その中にいた人物こそが、それがあなただっていうんですか。あなたが翔子と沖浦を殺したと。はい。嘘じゃありません。法廷でも同じように虚偽の証言をしたら。だから言ってるじゃないですか、翔子と沖浦を殺したのは私だし。沖浦蓮寿は魔女を使って青少年の心、きっと自堕落な、その意味では、だからです。だ確かあの女、それで沖浦をくですが、二人は4年、そんなの関係あり、一度ちぎりを交わした。それはあなたの考え、沖浦がそう思ってなかったら。あんたいちいちうるさいんで、とにかく私はそう思って。それは覚えてません。覚えてないって、そんなの通用すると思いますか。私は脳の機能障害を、覚えてないもんは覚えてないんだから。障害でも冷凍倉庫のことは記憶、思い出せる時と思い出せない時があるんです。その時々の調子によって変わ。伊達、今真由美が言ったことについては、これまで全く思い出せなかったことでも、何かのきっかけで脳の回路がつながれば、それが真由美が患う。伊達くん、これ以上続けても彼女は明らかに偽証してる。お前って本当にコロコロ。最初に言ったのは上、私だって彼女が犯人だなんて。犯人です。今信じられる事実は一つだけ、真由美の購入した驚きマンチョコが冷凍倉庫。もしも真由美が太田よりも先に現場に行ってたとすると、犯人の顔を見てる可能性が。さあ、ここまで言えば、伊達君、シンクして。ピュータ、松下真由美にシンクするわ。どうしたんだ。シンクシステムの調子が悪いんです。昨日のシンク、太田と伊達さんの相性が良くなかったみたいで。相性、詳しいことは省略しますが、二人のシンクロ率を高めるためにちょっと無茶なことをしちゃったんですよ。そのせいでうんともすんと。どのくらいで治るの。毎日16時間。8時間で何とかして。無茶言わないでくださいよ。すぐにシンクはできかといって、あれ以上取り調べを続けても意味はないし。伊達、松下、もしかしたらな。ああ、じゃあピュータ、装置の6時間後にまた来るわ。さりげに時間削らないでくださいよ。最低でも8時間、このラインは譲れませんからね。とか言って、ピュータは6時間で何とかしちまうんだ。ええ、ピュータはそういう。ちょっとパワハラで訴えま。真由美のやつ、なんで偽証。おそらく誰かをかばってるんだろう。誰かって。言わなくてもわかるだろう。真由美がかばう相手と言ったら一人しかいない。
それ以外には考えられん。じゃあ真由美は太田が真犯人だと思ってるのか。ゆうべ太田はイリスと一緒に松下食堂。真由美はそれを見ている。だが太田は犯人に腹を。もしかして真由美はまだそのことについては思い出してないと。いや、そうじゃない。それも含めて太田の犯行だと真由美は思っている。太田が自分で腹を刺したって。そうだ。なんでそんなこと。そのことを説明する前に一つ聞き。お前は太田が犯人である可能性について。ありえないだろう。どうして。イリスは左目をくり抜かれていた。太田がそんなことをするはず。じゃあ自分でくり抜いたのかもしれん。あるいは太田に頼み込んだという可能性も。私の左目を抜き取ってくれ。例のワンボックスはその車を奪った奴が犯人に決まってる。その時イリスが助手席にいたとは限らない。イリスは運転席にいたのか。どういうこと。だからイリスは自分でハンドルを握り。だがハンドルには太田の指紋だけしか。そんなものどうとでもなるだろう。例えば服の袖を引っ張って指先。昨日のソムニウムで太田は白熊と。あれはただの夢だ。現実に起こった出来事とは限り。要するに太田とイリスの共犯による自作。自作自演。イリスは松下家のワンボックスを、太田はそれぞれ別々の車で冷凍倉庫へ。で動画の配信に、イリスは自分の左目に麻酔をかけてその眼球を抜き取った。あるいは太田に頼んで摘出させた。そしてイリスは台の上に横たわり、太田は白熊の着ぐるみを着てここでよ。あの動画の中で太田と白熊が一緒に画面に映ることは一度もなかったんだ。確かに。ってことは太田はその後カメラのフレーム外で着ぐるみを脱いで。僕が守る。もしかしたら真由美はその様子を冷凍倉庫で見てしまったのかもしれない。さらにその場で太田とイリスが自作自演について話しているのを聞いてし。それで太田をかばうために偽証を。まあ可能性の話だけどな。もしも仮にイリスが翔子と浮浦を殺した犯人だったとしたら、白熊の剣をでっち上げることで、そのためにイリスは目玉をくり抜き、太田は自分の腹を刺したっていうのは、他に犯人がいると見せかけるために。何度も言うようだがただの仮説だ。いくつもある可能性の一つと考えてほしい。いや、だがその可能性は限りなくゼロに近いだろう。いくらなんでも疑いの目を背けるために。そう。だて二代目のサイクロプスは異常者だぞ。翔子と沖浦の死体がどんな姿で晒されていたか。さらに二人ともどう考えてもまともな神経の持ち主とは思えん。俺たちの常識は。
太田、お前どうして。なんで母さんを逮捕したんだ。疑いを晴らすためだって言ってたのに。なのにどうして。当たり前だろ、母さんは僕の母さんなんだ。母親のことを心配に。胃がねじれるぐらいにね。手術は無事に成功したけど、まだ ICU。よくないよ。僕は犯人に。そう熱くなるな。くっ。病院にいたら今朝早く警察母さんが。それでいても立ってもいられない。取り調べ中だからって母さんには会わせても。そのまま病院に戻る気にもなれなかったし、だからここに。お前さっきなんで母さんを逮捕したんだって言ってたが。え、確かに俺は真由美の取り調べだが、それは容疑者としてではなく重要参考人としてだ。真由美は犯行を自供したが今のところ偽証の可能性が高い。だから逮捕状は請求してないんだよ。そうだよ、母さんはやってない。ある人物が言ってたんだ。もしかしたら翔子と沖浦を殺したのはイリスで、冷凍倉庫の一件は自分から疑いの目を背けるためにお前とつるんでやったことなんじゃないかって。そんなのありえないよ。だってアセトンちゃんは自分でくり抜いたのかもしれない。もしくはお前に。冗談でしょ、僕がそんなことすると思う。っていうか僕は犯人と直接戦ってるんだよ。お前が戦ってる場面は例の動画に映ってなかった。もちろんお前が腹を刺されたところも。僕が自分でお腹を刺したっていうの。自作自演、お前の得意技だろ。そんな。だから違うって言って。じゃあどうして真由美はお前のことをかばってるんだろうな。母さんが僕を。真由美が頑なに偽証を続けているのはだ。そしてその誰かとはお前以外に考えられない。母さん、どうやら真由美はお前が犯人だと思ってるらしい。どうして。理由はこっちが聞きたいよ。何か心当たりは。もしかしたら病気のせいかも。母さん脳の気。それで気を。全部僕のせいなんだ。僕のせいで母さん。こう見えて昔はこの食堂も結構繁盛して、近くの川崎地区にはそこのお客さんが生き。でも化学工場の、うん、ここはギリギリ立ち入り禁止区域。ブルームパークが閉鎖された折でこの食堂も。店が潰れてから父さんは夜は交通整理の警備員として、母さんはビル。二人とも。お前は。当時の僕は高校生だったから。いや、ただのバカだったから。両親が働くのは当たり前だと思ってバイトとかをしたりはしなく。それどころかパソコンを買っても何不自由なくせ。でも実は住居兼店舗としての父さんも母さんもここを手放そうとは。この店にはその思い出を守るために二人を働いて。そ
そんな二人のおかげで僕が入学してからすぐに亡くなったんだな。過労のせいで心筋。それでも僕は二人の苦労が分からなくて、なのに母さんは僕を責めることはしなかった。いつだってニコニコと笑って大学を辞めるって言ったあの日も。母さん、僕退学しようと思うんだ。え？どうしてまた？僕作家になるって決めたんだよ。そりゃ立派な志だけど、せっかく入ったんだし一応大学は出ておいた。作家ってやつはね、大学なんか行ってる暇はないんだよ。それにも出版社の編集者さんとも仲良くなっちゃったし、デビューは間違いないんだ。そうなのかい。太田がそんなに言うなら、母さん、うん、好きにおやり。大丈夫、太田ならたとえどんなことがあっても母さんいつまでもいつまでも太田の。本当は SNS で二言三言なのに、僕はそんな希薄な根拠で作家に無理なのに。だって実は僕、いつも初めの1万字新人賞に応募するなら最低でも10万字前後なのに、そんな僕の子。僕が大学を辞めてすぐ母さん、僕の前ではニコ。それで、おや、どうしたんだい？今日は大学は休みなの？それって嫌味？ああ、そうだったね。大学ごめんね、母さんたらすっと、息子の一大。ごめんご。それよりおな、朝から何も食べてない。からかってるね。え？朝も昼も食べただろ。あれ、そうだったかね。ところで太田、こんな時間まで家にいて。やっぱりからかって。からかってなん。僕をバカに。母さんが病気になったのは自分のことばっかり考えて、病気が発症してからもからかわれてると勘違いして、僕は母さんにきつく当たっちゃって、それでますます病状は悪化していって、母さん。その写真は？この写真を見ると思い、あの時のこと。小さい頃母さんにひどいこと。それでお詫びじゃないけど、僕は父さんと一緒に。そしたら母さん、この写真は。なんで僕は。なあ相棒。どうした？太田は確かにクズ野郎だ。だがどうしてもこいつが犯人だとは思えない。その根拠は？今の話を聞いて思ったんだよ。やれやれ。人間とはそもそも非論理的な生き物だ。お前みたいな AI とは違って論理に徹することができない。だがその代わり人間には一つの隅。何のことだ？直感だよ。役に立つのか？時にはな。うむ。相棒、もう一度冷凍倉庫に。もしかしたら何か見逃してるものがあるかも。伊達、倉庫を調べるんじゃなかったのか？いや、ちょっと気になることが。相棒、この車が。言っただろ、ファミストの駐車場ってことは。何当たり前のこと言ってる。なあ相棒、可能性はイリスか、イリ、マユミ。チョコの購入時刻から考えて、お、ファミストの駐車場でその時刻
冷凍倉庫の中にはもちろんだからといって真由美だが、もし乗ってきたのがワンボ、そうか、日曜日の夜から月曜日の未明にかけて見つかったぞ、一台の個人、今そのタクシー、どうやらレムニスケートの駐車、レムニス、理由までを、とにかく運転手か、相棒、お前の好きな本が疑似犯罪捜査に関する、肌色の面積が多いやつだよ。こんにちは。お前ってさ、たまに、まるで俺のあれ、あれってなんだ、あれはあれだよ、ああ、俺っていつも、見ろ、牛の舌って、舌びらめのことだよ、よく見えるな、見えて当然、ルックとルックスだけが、ちょっといいか、うん、足ですかい、足だて、おっさんの重し、念のため確認させてくれ、足はしがないタクシー、当たりだな、警察だ、話を聞か、し、そうか、おい、だて、みわーいわ、お、みぐな、なんで知ってんだ、そう簡単に休みにしたりとか、ていうか、まさかアセトンちゃんまでやられて、もしかしたら、わた、ねえ、伊達っち、誰か私を、大丈夫、君は多分一人で、そう、食事？でもやっぱあの時も言ったけど、冗談だろ、本当だよ、だって私野菜しか食べられないもん、それは多分ベジタ、亀池山王のスタジオからタレントだけど、またすぐ移動するってことだったんで、埼玉の川越でござん、じゃあそのしゃ、生まれつきでござん、両親ともこんな喋り方なのでござんして、日曜日の夜、こ、へえへえよ、このババアなら、ババアでもって東京の最後にたどり着いたのは、どうして通報しなかったんだ、通報、これだけ大々的に報道されてるんだ、有明の冷凍倉、いやー知らないで、足は新聞とかニュースとかからっきし見ないタイプで、確か夜の10、もう潰れちまったのでござんすが、その近くでババアのやつ車に乗り込むやいなや、だいぶ焦った感じの様子で、前のワンボックスを尾行してくれ、なんだか映画みたいな展開でワクワク、一応何があってもいいようにで尾行を開始して、さ、前のワンボックスが突然、甲州街道沿いにあるファミス、ええ、その通りでござんす、よく、ですが同じ駐車場に車を止めたんじゃ、そこで足は一旦ファミス、そっから100メートルほど先にあったコンビニ、え、でワンボックスが動き出すのを待ってたら、あのバーバー、買いたいものがあるとか言い出して、おそらくこの時だろう、
それからしばらくして帰って出てきた直後、例のワンボックスが目、足は慌ててババアを乗せると、そのままついつ、さらに30分ぐらい。なるほど。今の話、太田がファミストに置き去りにされたこと、真由美は気づいて。真由美はずっと、太田。やがてたどり着いたのは、ワンボックスは門から敷地内へ入り、仕方がないから、足たちはそれから10分もしなかった。すぐにまた屋敷の門からワン、ところがさらに30分ぐらい。何があった？ワンボックスが立ち入り禁止。ババアには追うように言われた。バレたら免停じゃ済みます。足たちはワンボックスが戻ってくるのをひたすら待ち続けることにしたので、まあ同じ道を引き返してくると、そもそもいつ戻ってくるか。でもババアがどうしてもって。それからおよそ4、日付が変わって月曜日の午前0。よくそこまで覚えてるな。あっしはいつも決まったラジオ局の放送を聞いてるのでござんして、その時に起こった出来事と番組の大体の時刻がわっ。なるほどな。で、午前0時25分、ワンボックスが消えていったおなじみ。あっしは見たびっぴ、ここまで来たんだから絶対バレるわけにはいきません。そう思って今まで以上に車間距離をとって有明の倉庫街に入っ。そしたらババア何も言わずに車を降りちまって、しばらく待ったんですが、しょうがないんで足は諦めて帰ることにしたので、ごお代の方先にもらっといてよかったでござる。話は分かった。最後に一つ、ワンボックスが途中で立ち、タクシードライバーなら誰も。国会議員の瀬島って人の家でござんす。瀬島？なんでワンボックスが瀬島の家に。とにかく瀬島。ああ、誰もいないな。ああ。瀬島もぼ。うむ。屋敷に入ってみよう。なあ、相棒。なんだか妙な匂い。私に匂いのことを聞かれても。ああ。あの壺。どうした？どうやら匂いの中に何か。多分そうだと思うが。ボルトでガチ。ああ。だったら。なんだこいつ。立て、壺を破壊しろ。なあ、わ。
瀬島の頭部だ。左目がクリ。これまで同様、二代目の死亡推定時刻は今日の午前11時から正午の間。俺ら松下食堂で王と。その時真由美は警察に、イリスは病院の ICU だというか。いずれにせよ、太田、真由美、イリスの全ての事件が同一犯によるものだとすると、この3人は容疑者から除外されること。3人は2代目のサイクロプスではない。ああ、屋敷にはボディーガードも稼い。さあな。瀬島の家族は。妻は30年前、一人息子を産んだ直後に、その息子は現在。つまりこの屋敷で暮らしていた。それがどうかしたのか。あ、いや、ちょっとな。伊達、ピュータ繋いでくれ。伊達さん、シンクシステムがこれで松下真由美。ああ、そいつは良かった。だがそれより大変なことが。何かあったんですか？瀬島の死体が見つかった。左目がくり抜かれた状態で。え？場所は瀬島の自宅だ。大至急捜査班をよこしてくれ。なんで瀬島が。詳しいことはアビスに戻ってから報告する。わかりました。だって、どう捜査班が到着するまで待つか。いや、一つ確かめたいことが。さっきの運転手の話が事実なら、昨日の未明、真由美は確実に倉庫街を訪れてることになる。冷凍倉庫に驚きマンチョコが落ちてたのは、やはり真由美があそこにいたから。もしかしたら真由美は俺たち、真由美自身も気づいていない犯人の手がかりになるような何かを。要するに、そう、真由美にシンクするってことだ。伊達さん、瀬島の件ですが、すでに大規模な捜査が始まっています。それをマスコミの連中が嗅ぎつけて、今外の方じゃ大変な騒ぎに。そうか。だが今はシンクに集中したい。真由美の脳内に潜ることで真犯人に関する手がかりが見つかるかも。わかりました。準備はいいですか？ああ。それじゃ行きます。私ったら。はあ、私。松下食堂か。かなり殺風景だが。だったら思い出させてやればいい。そんなことができると思う。この食堂は真由美の全てだ。さっきと同じように真由美の記憶と同じ言動をとってみる。真由美の記憶をもう一度呼び覚ますことができるはずだ。それも直感か。役に立ちそうだろ。仕方ないやつだ。ソニウムスキャッ。
入り口の引き戸だが、向こうに。おかえり。おかえりなさい、太田。遅かったでも。お腹空いてない？今日のお父さんはまだ帰ってきてないけど。またそれ。いい、外で食べてきたから。でも。いいって。あ、太田ちょっと。太田。店が一部だが、もほらな、病気の影響で忘れ、もともと真由美にとって大悲しい記憶に見えるが、それもたとえ悲しい記憶でもだ。伊達さん、残り5分切りました。よくある昔の。よくある。若い頃の私に似てる。だってちょっとなんというか。確かに真由美は水辺に生息してそうな体型だし。オブラート。年季の。一つください。私が注文してどうするんだ。客がいた頃の記憶を揺さぶって。真由美は今でも客が。ああ、それも。伊達さん、残り4分切りましたよ。電話だ。出て。そうだ。出前ですか。チャーハンの半ライスセットとお好み焼き、あとフライドポテトお願いします。かしこまりました。糖質がすごいことになっていらっしゃる。特保のお茶があるの。あるので。じゃない、何でも金で。すまん。まったく。どうし。じゃあ空心菜とレバニラって。だからなんでお前が注文してるんだよ。厨房へと続くスイング。下準備しよう。食堂の仕込みだが。そこまでしなくてもいいんじゃない。いやでも真由美は食堂で働く。もっと他に調べ。お前中に入りたく。水場は苦手で。お前俺の左目にいる時いつも湿ってんじゃねえか。湿ってなんかいない。湿ってるだろ。湿ってない。変なこと言うな。あ、厨房へと。太田、ちょっ、太田、太田ってば。かわい。太田のじゃなかったらお父さんのかい。お父さん。おぞましいシチュエーションだが。せっかくここまで。他を調べてみよう。年金。新メニューを考え。松茸と椎茸を炒めた松下。梨寄りの。間違い電話です。おい、なんで切った？え、これ以上聞く必要も。本当にま。でもな、特に反応。お前もだぞ。電話が。残り2分ないですよ。急いでください。お父さん。はい、松下。はい。はい。え、お父さんが。
んで、どうして。また店が元に戻ったか。大切なというよりも、これ以上続けたら真由美にとって、たとえそうだとしても俺たちがやらなきゃ。分かった。美味しそうなケーキだ。誰のために用意さ。おかえり。電話だ。伊達さん、残り5分切りました。誰のために。お父さん。タケロへのケーキではない。これでいいと思ったんだが。美味しそう。伊達さん、残り4分切りましたよ。オータ、おめ。ただいま。オータ、大学合格おめでとう。オータおめでとう。バンザー。かなり甘やかされていたようだな。あんだが、そうだな。何かの郵便物だろうか。これは松下。もっと頑張。あいつのやりたいこと応援してあげようや。はい、太田の夢のためにももっと頑張りましょう。辛い記憶を呼び覚ましてしまったな。いや、そうじゃない。なぜだ。真由美は借金と店の。ただ苦しんでいるだけの人間なら。あ、そういうものか。チョコレート菓子について。おかえり。あれ買ってきてくれ。あれ、違うよ。 A セット定食じゃない。なんでわかんないかな。
チョコレート菓子について。おかえり。あ、あれって。そうだよ、驚きマンチョコ。ああ、あれね。もほら、太田の好きな桃の木マン。はい、これじゃない。え、でもちゃんと桃の木マンチョコって書いてある。だから、僕が頼んだのは桃の木マンじゃなくて驚きマンだよ。あら、ごめんね、母さんたらば。ただのバカじゃない、母さん。ごめんね、母さんたらオーバー。すぐに本物の桃の木マン買ってくるから。バカ。だから桃の木マンじゃなくて驚きマン。もうやだ。え、太田、待って。やだ、もう。母さん、もう間違え。ああ、もオータ、私を一人にしないで。オータ、ごめん。お父さん、もう私一人。私を置い。そういうことだったのか。だって、なんてことをしてくれた。こんな状態のまま戻ったら、真由美は。ああ、悪影響を及ぼすかもしれないな。どうするんだ。もう少しだけ真由美の過去を呼び覚ます。お前、ここまで家族のことを思っているなら必ずあるはずなんだ。家族とのかけがえのない幸せな記憶が。直感か。そうだ。残り3分切りました、伊達さん。壁掛け時計だ。壁掛け。おかえり。あれ買ってきてくれた。時間が戻ってしまった。時間は有限なんだぞ。うるさい、わめくな。よくあるタイプ。おいしい。やってみてよ。やはり食堂だけあって。そうだが、よくそんなことができるな。伊達は人に殺意を沸かせるのが本当に得意だ。俺はいつでもラブ&ピースだが。そういうところだぞ。ああ、もう30秒もないです。
残り3分切りました。伊達さん、壁掛けど。お父さん。母さん、あのね、いつも苦労かけてるだろ。だから、ほら、太田も。うん。母さん。いつもありがとう。僕本当はね、母さんのこと大好きだよ。私もよ。太田もお父さんも大好き。何があってもずっとずっとずっと愛してるから。今日のことは絶対に忘れないから。よし、これからも家族3人支え合って頑張っていこうな。うん、これでもう戻っても良さそうだな。ああ、そうだな。ところで伊達。ん？確かに、たまには役に立つこともあるな。何の話だ？お前の直感のことだ。太田、すまなかったね、心配かけて。お前の母さんは自供を覆したんだ。はあ、よかった。うん、うん。でも母さん、なんで僕が犯人。ああ、それ。白熊があのイリスって子の目玉をくり、私恐ろしくて恐ろしくてたまらなくなってすぐにその場を離れました。あのチョコはきっとその時に落とし、それから私は倉庫街逃げて逃げて遠くまで来たところでふとこう思ったんです。
もしかしたらあの白クマは、その時の私はワンボックスを運転してたのはイリスを倉庫に連れて行ったのが太田なら、あの白クマも太田だ、そう思ってしまった。とはそういう。ごめんね母さん。うん、しょうがないよ。それに元を正せば。太田、だけど母さん、どうして尾行の途中で驚きまん。それは太田、お前は小さい頃驚きまんチョコが好きだったんだろ。うん、小学生の頃はクラスで 1,2 店の中にもダブったシールをベタベタ貼ったりして。お前と真由美には驚きまんチョコに。うん、でも驚きまんチョコみたいに、それは黒くてほろ苦い。それじゃない。でもちゃんと桃の木まんチョコって書いてある。だから僕が頼んだのは。あらごめんね母さんた。ただのバカじゃない。ごめんね母さんた。すぐに本物の桃の木まん買ってくるから。バカ、だから桃の木まんじゃなくて驚きまん。僕が怒鳴ると母さんはすぐに驚き、それと入れ違いになって、父さんが食材の。僕は父さんにこっぴどく叱られた。母さんになんて口を聞くんだ。なんで母さんが。バカは母さんのことをバカ呼ばわりするお前の方だ。母さんはお前を喜ばせようと思って買ってきてくれたんだぞ。なんで人の気持ちがわからないんだ。お前のことをそんな風に育てた覚えはない。帰ってきたら母さんに謝りなさい。父さんに言われた通り、でも母さんを傷つけてしまったという。母さんに謝っても消えることはなく、そのせいでしばらくの間。そしたら数日後、父さんが言ったんだ。なあ太田、今度の母の日、二人で何か母さんにプレゼント。頑固一徹の父さんがそんなこと。ほら、いつも母さんには世話にな、たまには恩返しよと思ってな。きっと父さんなりに、あれからギクシャクしていた僕。そして母の日、僕はそれまで貯めていたお年玉を使って、父さんの方は決して多くないお小遣いをやりくりして花柄のエプロンを。受け取った母さんの目から大粒の涙がこぼれた。こんなダメな母親なの。母さんは全然ダメじゃないよ。僕らの自慢の母さんさ。ね、父さん。ああ、母さんは最高の母さんだ。ありがとう。はい、チーズ。ごめん、長々と話しちゃったけど、何の話だったっけ。驚きマンチョコの話だ。なぜ真由美は尾行の途中であの。え、尾行。母さん、記憶障害のせいか、一度接続した回路が再び。太田、ここから先は俺の勝手な。実はさっき真由美の頭の中を覗かせてもらった。頭の中を。真由美の頭の中はお前のことでいっぱいだった。溢れかえるほどにな。
っと尾行中の真由美はお前に戻ってきて欲しかったんだ。だから驚きマンチョコを買った。お前がかつて大好きだったあの、それさえあれば太田は喜んで帰ってきてくれる、そう思って。真由美の中ではまだ幼いままなんだよ。は？まあ当たってるかどうかはわからないけど。いや、き、息子の僕にはわかる。母さんは僕のためにあのチョコを。どちら様でし、私は伊達と言います。太田くんの友達みたいなも。太田の友、そうですか。仲良くしてやって。母さん、僕はこれまでずっとわがままばかり言って母さんに無理をさせちゃって、だからこれからは僕が新聞配達でも清掃員でも何でもやるよ。とにかくすぐに働いて。作家の夢はいいのか？もちろん諦めないさ。これからも書き続けるよ。まずは短編を一本書き上げると。出来上がったら読ませ。うん、必ず。ああ、そういや、大事なことを。大事なこと？ここに来る前にナース、イリスは無事意識を取り戻した。本当に？ああ、明日には ICU からこっちの。よかった。お前はイリスの命を、もしかしたら、もし。え？何？じゃあな。イリスって太田のガールフレンドかい？うん、今度紹介するよ。とってもいい子なんだ。そりゃ楽しみだね。太田のフィナンシェになる人ならちゃんとおめかししなきゃいけないかしら。フィナンシェ？フィアンセじゃなくて？ああ、そうそう、それよそれ。たくも母さんたら。伊達、事件はまだ何も解決してないぞ。ああ、分かってる。今夜も眠れそうもないな。瀬島殺害の件、捜査の進捗状況は？特に進展なし、手がかりゼロね。あるってことだ。まあ瀬島殺しの件とは直接的なつながりはなさそうなんだが。何なのよ、その二つの手がかりって。まず一つ目、これは口で説明するより見てもらった方が早いだろう。ボスの PC にとある映像データを送っておいた。
ボス、ちょっと確認してもらえないか。これは日曜日の夜の映像ね。そう、伊達が松下食堂で太田に殴られた後の。アセトンちゃん待ってて、今車取ってくるから。この魔女、そこだ、止めてくれ。私もついさっき気づいたばかりなんだが、イリスと真由美の足元に中華鍋が転がってるだろう。ええ、転がってるけど、それがよく見てくれ、曲面になったそこの部分、何かが反射して映って。イリスと真由美の肩。ふむ、これではよく見えないと思うから、ボス、次の映像を。この魔女、うちの太田に近づかないでおくれ。アセトンちゃん、どうしたの？何かあった？ううん、なんでもないの。じゃあ行こうか。オータ、おい、どういうことだ？イリスがあの花柄の包丁？映像はこの後も続くが、ここまで見ればもう十分だろう。その通り、イリスはあの包丁を持ったまま太田と一緒に店を出て行ったんだ。だが太田の証言が確かなら、あの包丁は白熊が持ってたはずで。イリスが拉致された時に奪われたとか。ファミストの駐車場でワン。まあいい、ひとまず考えるのは後回しだ。相棒、手がかりは二つあるって言ってたよな。もう一つは何なの？ああ、これもついさっき判明したことなんだが、沖浦の死体を解剖した結果、町内の残留物からあるものが見つかったらしい。あるものって？有機物の塊、すでに消化されてドロドロに溶けた状態だったから解析。そいつは一体何だったんだ？なだみ翔子の目玉だ。Thank you.